相変わらずここは雑然としていて人が見えない。手がかりなしで探すのに一苦労です。とりあえず今のところ以前と街の様子に目立った変化は感じられる。それらしきグループの個人も見えない。よほど統率が取れているのか、それともまだ噂ほど大きな組織なのか。この辺りの情報屋を渡りますが、俺たちに何か用かい？こそこそ嗅ぎ回るらしいじゃん。おっと、逃げようなんて思うなよ。こいつは、少なくとも大魔人じゃなさそうだ。俺の目でも大魔粒子は見えない。ただの人間だが、人間のふりをした魔族の可能性はあるね。俺が見れるのは大魔粒子だけだからね。こいつが例の能力者だ。使い方次第じゃ、まあヤバそうな能力だろう。使い手とその組織がこれなら、今のところ脅威はなさそうだな。面白そうな匂いがすると思ったら、なんだいあんたたちは。なんだ
どこから現れやがった。聞いてるのか。返事から。ブヤッ。なるほど。この匂いの元はどうやらあんたの閉じた目からしているようだね。随分と匂うから誘っているのかと思ったけど、なるほど。これじゃあ自覚もないはずさ。なんだ匂い。振る舞いや感情、視線、まあそれはなんとなくわかるのさ。でも、そのダダ漏れの匂いは何とかしておいた方がいいよ。いつかとんでもない目にあって、早死にするかもな。さっきから一体何を？おお！さっきから一体何だってんだ！こいつの仲間か？畜生、あいつをこんな風にしやがって！三代坊やたち。ああ、最近この辺りで悪さしてるっていう悪ガキの集まりだね。夜遊びもほどほどにして早々に帰りな。あくそ、俺たちの数が見えないのかよ。一人二人抑え込んだって、その間にボコボコにしてやるぜ。やめ、お前らやめろ。やれやれ、悪ガキらしく浅瀬で水遊びしていればいいのね。こいつは見境なく悪さをしてきたツケだと思いな。ちょいと過激だけど、あんたらにはいい薬になるさ。
あいつは違う。テッサ。嘘だろ。安心しな、殺しはしないよ。これに懲りて、今度からは日が暮れた後は悪ガキらしく家に帰るんだよ。これ以上の怪我をしたくなければね。いいかい、あんたたちみたいなのが裏社会に来たところで無駄死にするだけさ。変な気は起こさず、これからは身の丈に合った道を歩みな。さあ、これで邪魔もなくなった。じっくりと嗅がせておくれ。その秘めた力も嗅ぎ取れるくらいに。って悔いはしないよ。あの悪ガキどものようにおかしな気を起こさないのなら。